はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちらウランジさんのですね、ワイヤレスピンマイクですね。これをですね、まあ、ある程度こうしっかり皆さんに音声聞いてもらおうと思いまして、収録をしていきたいと思います。比較対象はですね、こちら DJI マイクの同じようなですね、使い方ができる内部収録というところでなんですが、そういうところがありますので、そのような使い方の上でですね、どんな違いが出るかなっていうのをですね、聞いていただきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。まずはなんですけど、本日の趣旨、このウランジさんのワイヤレスピンマイクとこの DJI マイク、私の中ではですね、こう似たような機能がありまして、その中でも特に重要なのが、送信機のみで収録が可能というところなんですね。これがまあやっぱりかなり便利というのがありますので、そこのですね、音声っていうのをですね、ちょっと収録してみたいなと思うわけなんです。そして、それ以外にも、この送信機から、こちらのですね、送信機から受信機にですね、送った音声っていうのもですね、まあちょっと撮ってみて、iPhone でですね、収録しようと思います。というのも、この流れでですね、こう皆さんに聞いていただけるようにちょこっとしてみまして、どんな違いがあるかなって聞いていただこうと思うわけですね。まあそのですね、音声以外にもなんですけど、今回はちょっとこの見た目付属品についても少し言及していこうと思うわけなんですが、まずはですね、こちらウランジさんのワイヤレスマイクですね、こちらパカッと開けますと、送信機が上に2つ並んでいる。で、受信機が下という形なんですけど、でですね、まあ操作としては、こうタッチパネルと、これがミュートボタン、左右にですね、ついておりまして、タッチパネルとミュートボタン。で、簡単に操作ができる。で、この送信機の方は、側面のこの部分でですね、収録開始ができる。で、あと USB Type-C のですね、この充電等ができるポートと、これが 3.5 ミリジャックのピンマイクとですね、接続できるところで、こちらがマイク本体。で、側面に電源のボタンとボリュームの調整というのがですね、2つついているという形にまずなりますね。で、付属品としましては、まあ、ざっとですね、先日ご紹介した動画の方を見ていただきたいと思うんですが、私の中では結構大事なのがですね、このウィンドマフなんですね。これがですね、ちょうどいい感じなんですよ、こちら。というのがですね、この後 DJI マイクの方もですね、紹介していくんですが、こちらが DJI マイクのウィンドマフになるんですね。はい、ですね、こう、大きさを見ていただきたくて、はい、これだけちょっと大きさが違うんですよ。まあ、しっかりですね、音を抑えてくれますよ。というところで考えると、この DJI マイクのウィンドマフって大きくてとっても頼もしいと思うんですけど、結構ですね、この首元、特にこの首に近いところとかあったりすると、ふわふわ気持ち悪いんですよね。まあ、あと、汗で濡れてしまいがちというところが私の使い方ではあって、このですね、コンパクトなウィンドマフって私結構いいなと思ったんです。で、この白っぽい色というのもですね、この服によりますけど、黒っぽい服に着てるとまあ若干目立つかもしれないんですが、白っぽい服等にこれがですね、出ている分には、そんなに目立たないかなと思ったりもするわけです。で、この DJI マイクの方のウィンドマフっていうのはどちらかというとこの黒っぽい素材ということで、その逆と言えるかもしれないんですが、まあ簡単にですね、大きな違いというところでは、こういった違いがございます。そしてですね、付属品等々の話っていうのは最初の動画を見ていただくとしまして、続いて DJI マイクの作りなんですけど、まあこれもですね、結構似ております。受信機、送信機2つっていう形になるんですが、ただですね、これすごく大きな違いがあって、材質と作りなんですね。本体の方っていうのは、まあこの外から見て触った感じでは、この、ちょっとですね、この模様のようにこう、斜めのですね、線みたいなやつが入ってるんですけど、それ以外にすごい大きな違いっていうのはないんですが、やっぱりこの中、例えばなんですけど、送信機を取り出します。とした時の材質ですね。材質とか持った感じの高級感。そして、このクリップでしか止められない、ウランジさんのですね、ワイヤレスピンマイクに対して、DJI マイクっていうのはですね、このクリップとマグネット。このようにですね、いろんなシーンで使い分けができるようになってるわけですね。で、共になんですけど、こう、コールドシューやホットシューには対応している作りになっているので、まあまあまあ、こう、使い心地としてはそこまですごく変わらないのかなという工夫もされているんですが、やっぱり、この、出来、作りとしましては、DJI マイクがですね、ものすごいしっかりしてる感じ、こう、音も聞いてみてください。DJI マイクの方。で、こちらがウランジさんのピンマイクですね。という感じでプラスチック感バリバリなんですよ。ただそれがですね、悪いかっていうとそんなことはなく軽い。
っていうのがあります。で圧倒的にですね、本体というかですね、このセットで売ってる価格が安いんですよ。これは大きな違いですよね。でさらになんですが、この DJI マイクの受信機というのもこのコンパクトですね、ある程度で。このですね、今コールドシューがついているところなんですけど、これが交換式でございまして、このように USB Type-C ですねと、このようにライトニングにも対応しているわけです。こういったところがあるので、総合的な、本当に総合的な作りという意味で言うと、 DJI マイクの方がやっぱりですね、作りはいいのかなっていうところはあります。ただですね、価格差がですね3倍近いのかなっていうことを考えると、本当ですね、このコスパモンスターなんじゃないかなと思うわけですね。内部収録に対応しているこういったマイクって、まあ、あんまりなくてですね、ピンマイクで。さらになんですけど、この2本この送信機が2つついていて、まあ、左右でですね、このそれぞれの音をモノラルで収録ができたりとか、まあ、モードがいろいろある中でその選択肢があるというのは、もうこの価格を考えるとものすごいことだと思います。これですね、まあ、悩まれた方はですね、率先して選ばれても私は失敗がないんじゃないのかなと正直に思います。まあ、例えばですね、使っていく上でメインとしてのは DJI マイクのようなマイクがあったとしましょう。としてもなんですけど、じゃあ実はですね、これ2名で収録するときっていうのは、ピンマイクこう2名ですね、1個2個とこういう風にですね、つけて、それぞれの方が喋ってる音っていうのは収録できるんですよ。ただ、これがですね、じゃあ4名、まあ3名、4名になったとしましょうとしたときに、まあこれがもう1個あったら、これでですね、この内部収録だけでも撮れますし、もう1台カメラ等を準備してレコーディングします。そうすると、その音っていうのはですね、このそれぞれにですね、まあ4台単体収録ができる。で、カメラに収録をするってことを考えても、2台のカメラに分けることによって、まあそちらでもですね、音が取れたりだとか、その使い方の幅が大きく広がるんですね。若干よく聞けば音質が違ったりとか、そういうのもありますが、音が取れてないのは本当マシだと思うんですよ。音が全く取れてないっていうのはすごい、もう本当事故になってしまいますので、私がこう何か話していても、音が収録できておりませんでしたって言って、ずっと私が動いてる動画だけ残るわけなんですよ。これ私も何度か経験あるんですけど、ものすごい凹むんですよね。もう一回取り直さなきゃいけないのか。というですね、リスクだとか、まあその対策ができるというところにものすごく大きな意義があって、というのが1万円ちょっとぐらいで手に入ってしまうというところ、セールを含めるとですね、私が買った時には1万2000円弱。ということを考えるとなんですが、ものすごい私はですね、最初にこれが出ていたら DJI マイクもしかしたら買ってなかったかもしれないなっていうぐらいですね、すごいことだと思っております。はい、ではですね、こちらですね、それぞれの音声ですね、単体で送信機単体で収録した音っていうのをそれぞれ聞いていただくのと、あとはこの参考比較用にこちら FX32ECM M1 ですね、このガンマイクがついている音と、あとはその同時にですね、 iPhone でこの送信機、この裏地さんの方の送信機から USB Type-C で接続したところの音声っていうのをですね、それぞれ聞き比べていただいて、まあどういった音かっていうのを皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いますので、そちらの画像の方にどうぞ。はい、ということでですね、こちら FX30 の ECM-M1 のですね、音声っていうのを今聞いていただいております。はい、マイクのテスト中、聞こえ方はいかがでしょうか。そしてですね、あらかじめですね、お伝えしておきたいんですけど、こちらですね、ちょっと iPhone だと Type-C ではうまく認識しなくて、まあそのケーブルを探すのはですね、ちょっと今時間がなかったので、このですね、F2 ですね、にこちらに接続して音声を収録しております。無線の方ですね。ということでですね、ご理解いただければと思います。はい、ということで続きまして、こちらですね、こちら DJI マイクの送信機ですね、こちらで収録をしてみております。はい、マイクのテスト中聞こえ方はいかがでしょうか。こちらですね、普段使っているということもあってですね、聞き慣れた音声かと思います。はい、そして続きまして、今回のですね、テストしておりますこちらウランジさんの送信機、こちらの内部収録のですね、音声ですね。はい、マイクのテスト中聞こえ方はいかがでございますでしょうか。まあこちらですね、音質ですね、先日ちょっと使ってみた感じ悪くなくですね、この価格からするととってもすごいことだなっていうふうに私は感じております。はい、続きましてですね、こちら F2 の方に飛ばしております音声でございますね。というので、こうお届けさせていただいております。ではですね、このマイクのテスト中聞こえ方はいかがでございますでしょうか。こちらもですね、しっかりと聞こえているかなというふうに思います。はい、というところでですね、前回これをしっかりと紹介しようと思った動画の時に、まあちょっと私がですね、行き通ってしまったことがあって雑談会になってしまったという経緯がありまして、誠に申し訳ございませんでした。まあそのですね、お話以外にもこういうふうにしっかりと収録しようと、まあその時に思って今回ちょっと話したいことを話しておきたいなっていう感じで割り切ってしまったんですが、今回しっかりとご紹介できたかと思います。もうこのコストという面で見ても、性能という面で見ても、
全くですね、こう選んで失敗のないマイクだと思っております。もちろんそれ以上に高くてですね、しっかりしたマイクっていうのはもうあまたとあると思うんです。いっぱいあると思うんですが、じゃあそのですね、価格と性能、用途とのこの兼ね合いとかですね、バランスとかっていうことを考えると本当にすごい安いっていうふうに私は思いますね。それこそですね、これ1個、この要は送信機、まあ要はこのレコーダーですよね、だけで買ったとしても、まあこの 3.5 ミリのジャックがついていたりとかしてってことを考えると数千円は必ずすると思うのが、2つついている上にそれを無線で飛ばすことができて、で、様々なですね、このセットっていうのは先日ご紹介しましたけど、ケーブル等も入っているわけです。というのを考えるとですね、まあ、めちゃくちゃ安いと思いませんか？というようなことがですね、このウランジさんのマイクにはあり、で、このですね、若干受信機というのは大きめではあるんですが、まあさっきも言いましたけど、そのプラスチックでできている。ということで、若干の安っぽさはあっても軽いんですよ。軽いっていうことは、まあ例えばなんですけど、このようにですね、先日このくくりつけるタイプのコールドシューをご紹介しましたが、というのをこの辺とかにこうくっつけてですね、簡単にアクションカムにこのですね、無線でマイクの音声を飛ばしながら収録に使うことができるわけなんですね。ということを考えると、まあ外部収録で後からその波形を合わせて音声をですね、こうマッチさせて皆さんにお届けするって方法もあるんですが、このですね、アクションカム単体でもしっかりと音を残せる、しっかりとこの収録ができるってことも、この軽い、ちょっと大きいけど軽いっていうところのメリットっていうのはかなり大きいんじゃないのかなというふうに思いますね。ということで、まあ、こう、いいものだからいいって言えるってところで使ってみてですね、あ、この値段でここまで収録できるんだっていうのは私本音なんですね。というのをお伝えできたかなと思いまして、今回ですね、このウランジさんの無線ピンマイクのお話をさせていただきました。はい、こちらですね。ちゃんと。というのも、この普段のセールっていうところでもいいと思うんですが、まあこのブラックフライデーとかこの後ですね、セール控えてますね、年末の。という時に、すごく値段がもしかしたら下がるかもしれないというところを待ったりとか、まあ宝探し気分で見ていただいてもいいんじゃないのかなと思います。ということで本日の方のですね、収録はこちらで終了させていただきたいと思います。いつもですね、ご視聴いただき本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。バイバーイ。